大事です。どんな時間がこちらを覗いてるから、てか覗くなよ。あ、失礼いたしました。また歌ったのかい。俺の歌を聴け聴け聴け。はい、失礼いたしました。さあ今回はですね、よし、これを使ってカルボナーラにね、作ってみたいかなと思います。もやしはですね、コストも優れていて美味しくできるので、早速作っていきましょう。